今日はこの後にさよなら毛利さんの同時視聴配信もございます。24時59分からって1時からってこと？結構夜更かしさんだね。かわいいって優しい。ちょっと安定の天井スタートなんですけれど、今ボディクリーム塗ってます。なんかボディクリーム今美意識高月間、時間なくて半身浴はしてないけど美意識高め月間です。なんか朗読劇カラフルの時にあのお母さん役を演じていた方が、朗読劇カラフルのね、誠の母親っていうさ役でご一緒させていただいたキャストさんが、なんか千秋楽の時にプレゼントをくださって、でそれがこれなんですけど、これね、でこれであの疲れ取ってねって言ってくださって、お風呂の時にこれで疲れ取ってねって言ってくださってね、で私お風呂上がりのあのボディクリーム、なんかお風呂用化粧水って書いてあったから、お風呂から上がった後にあの化粧水を体に塗るやつ、ボディクリームのなんか化粧水バージョンなのかなと思って、今体に塗ろうと思ってね、どれぐらい塗ればいいんだろうと思ってこれ説明書き読んだら、ナイトリートバス、ご使用前によく振ってください、湯船のお湯に1回分を入れてかき混ぜてからご入浴くださいって。えこれ入浴剤だった、危ない、体に塗りたくるところでした。今湯船に入れる入浴剤だったんだが、ずっと勘違いしてた。今日からちゃんと体に塗ろうとか思ってたけど塗んなくてよかった。ちゃんと説明読んどいてよかったです。怖すぎん？いや、ほんと気づいてよかった。今度お風呂の湯船に入れよう。なんか昨日ダーマペンしてきて、まだちょっと顔赤いんですけど、でもだいぶなんかちょっと顔赤みあるねぐらいで、めっちゃ顔赤いねっていうわけでもなく、私あんまり顔になんか、こんばんは。あ、和孝さん、なんだっけ、ペンライトいっぱいありがとう。
とドライヤーを失礼いたします。ドライヤー中、皆さんお風呂入りましたか？お風呂上がりのドスッピン、失礼します。私音消した方がいいかな、みんなにとってうるさいかも。音量下げてみてください。今からうるさくなります。え、待って、ドライヤー使ったら暗くなったんだが、ショールーム。今眉毛ピクって動いた、びっくりした。なんで？ただめっちゃテカテカ。あ、やばい、ドライヤーの中間違えた。ドライヤー、待って、あ、なんだこれを塗ってます。今ダーマペン軟膏、なんかダーマペンした後は3日間ぐらい化粧水乳液じゃなくてこのなんか専用のやつで顔を塗らないといけなくて、で1週間ぐらいはベースメイク控えてくださいって言われて、え、私5日後公演なんだけどと思って、なんか1回目やった時は何も言われなかったの。なんか翌日からメイクはできるけどちょっと赤みが気になりますよって言われてたから、普通に公演出れますとか言ったんだけど、1週間ベースメイク控えてくださいって言われて、ええで今ちょっと焦ってます、内心。もう発表されちゃったしなと思って。めちゃくちゃ今の髪色気に入ってて色落ちしたくないから絶対ドライヤーでしっかり乾かしてます。色落ちしないように頑張らなきゃ。ね、絶対さ左側の方が私乾いてないんだけど、右利きだからかな。
かゆ。うん。乾いた気がします。ドライヤーやってるとやっぱり電波悪くなっちゃいますね。すいません。今日ちょっと眉毛が行方不明。オッケー。ではお部屋に戻らせていただきます。ドライヤーで体も乾かします？え、普段？え、タオルは？タオル使わない感じ？私はタオルで乾かします。リオンがずっと私の部屋でねんねしてる。もう私の部屋に住んでるんじゃないかってぐらいずっと私の部屋にいます。リオンくん、よし。ではちょっと今日は三脚大丈夫？なんかすっぴんひどいな。なんか今日ちょっとね、本当にどすっぴんすぎて、イケメンな気がする。イケメンな感じがします。あれ、 AKB メールまだ届いてないかな。視聴配信をしますっていうメールを送ったんですけど、届いてないかもしれない。早めに終わる感じかなって。いや、そうでもないです。寝れないから。結局配信みんなとバイバイしても眠れないので、寝ちゃったらもう絶対に私、朝まで起きない気がするので、で、顔に塗りたくったからね、前髪とかがちょっと当たらないように。24時59分からだから、24時59分、24時半から25時半までやろうかな。本当にいつも可愛いよねって。優しい優しい、ありがとう。そう、今日はモーリさん配信です。今日はリアルタイムに配信します。
寝落ちしてたらマネージャーさんから連絡来る？どうだろう、来なそう。どうだろう、来るかな。いや、どうなんだろうか。来たらありがたい。来てほしい。寝落ちしてみよう。もう私本当にするよ。配信中もするからね、寝落ち。アミと一緒に配信したいねって言ってて、まだいつかは分かってないんですけど、決まったら配信します。一回さ、ホテルでさ、純潔の女王の時に、舞台純潔の女王の本番が終わって、ああ寝落ちしそうとか言ってたら、もう私本当に寝落ちしちゃったみたいで、あれですよね、なんかこう手に持ってたんだけど、携帯をずる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 、こうやってずる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 、こう言って、最後頭皮しか映ってなかった頭皮しか映らない状態が続いてましたね。面白すぎる。でそのまま気づいたら2時ぐらいでした。2時ぐらいに一旦起きて、ガチ寝落ちしたと思って、配信ショールーム見たら切れてて、まあ私が本当に寝ちゃったからなんだけど、ああって思ってお風呂に入りました。でもそのまま気づいたら、なんか集合時間とかじゃなかったから良かったです。私なんか寝落ちしても結構2時とか3時とかには起きる、一旦で、ああ寝落ちしたと思ってお風呂入ってまた寝るって感じ。なんか4時とか5時とかには起きます、また。だからなんか寝落ちしちゃってそのまま遅刻とかはない。もう朝のなんか2時とかに一旦起きれたらまだいい、2時に寝るとかあるから。そのまま、なんだろうな、6時とか7時とか本当に朝まで寝ちゃった時はもう絶望しますね。メイクをしてた時とか特に。メイクを落とさずに寝ちゃったっていうのが一番嫌なの。あれこれ何時、何日連続、あー出た、やった、357日連続配信ありがとうございます。イエー、357日連続ありがとうございます。パチ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 、すごい、365日がどんどん近づいてきてる。ワクワク。あ、プーくん大好き、くまちゃんありがとう、優しい。プーくんさんって拍手してるありがとう。ちょっと今日も京都でドスッピンで失礼します。もうお風呂上がりに配信しちゃってるからね。おおお、やります、365日配信。す
すごい初めて私この365日の周りの背景を見るの。ちょっと待って、なんか喋ってる途中でこめかみかゆいなと思ってたの。そして気づいたら書いてた、無言で。びっくりした今、あの画面に映ってる自分を見て気づきました。こめかみを無言でカリカリしてたことを。なんか静かだなと思ったら書いてた。フレリ君来たの？リオン君が起きました。おはようございます。寝に来てたもんね、お姉ちゃんのベッドで。起きしました。こめかみじゃないか、あ、こめかみって間違えた。こめかみここだ、ここ眉間か、眉頭。うわ、おはよう。かわいい。必死に舐めてます。今日も今日も必死に舐めてます。おお、いやマジで顔には絶対くっつかないで。今私お薬塗ったばっかりで、もうリオンの顔にリオンがくっついたらもう毛がめっちゃくっつく絶対。うん、思った。めっちゃ唐突に終わるじゃん。なんで終わったかの理由は分かりました。水をくれだそうです。はい、どうぞ。わがままプリンス。水欲しいって言って水に向かって吠えたからさ、こうやってあげたらさ、また私のマグカップ持ってない方の手をペロペロし始めました。え、結局いらない感じ？ん？え、何？いらないの？めっちゃさ、あのコップに向かって吠え、なんかはっはっってやってたのに、コップを出した途端私のこの手に戻ってきた。もう必死、ほら聞こえますか？リオンのペロペロ。ペロ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 、あれね、これね、すごい音鳴ったよ今リオン。何の音？耳かゆい。やばい、眠い。どうしよう、寝落ちしてたら。さっきコメントで下尾美宇ちゃん2階ショールーム寝落ちしてたよって、寝落ちしてあの同時視聴配信2回できてなかったって来てたから、これマネージャーさんから電話来ないわ。あ、お腹空いた。なんか今急に。明日何食べようかな。何食べよう明日。ラーメンか。
なんか最近ラーメン食べたくて、眠気覚ましにドボンでもする？しない。ドボン、え、ドボン変わるんですよね。ドボン最近全然できてないなってひななに言ったら、なんか、え、ドボンだって変わるよってひななに言われて、え、そうなのって、なんか劇場公演の後に毎回、あれなんか発表されたんでしょ、なんかドボンコンサートの時にリニューアルするって発表されたよみたいな、そんな、え、私も知らなかった。詳細はまだ発表されてないの？え、多分そのコンサートに行った人しか分かんないかも。私も知らなかったもん。でも私はほぼ知らないけど、いつも。だから、え、そうなんだって。で、いつって。なんか公演後のドボンタイム？みんないつもやってたけど、最近なんかあれって続いてるのかなみたいな話になって、私できてない時全然あるな最近みたいな、でもなんかドボン変わるからみたいな、ひななが、顔薄っ、だからどうなんだろうと思って。あれリオン、そっち行っちゃうん？今日はもういいの？そっち行っちゃうの？今日はもういい感じ？お姉ちゃんも用済み？かわいい。なに？なんでそっち向いてんの？おいでよ。おいでよ。お姉ちゃんとこ来て。あ、来た。あ、かわいい。あ、かわいい。来たの？りーくん、ちょっとケッケ伸びてきたね、ちょっとふさふさになってきたね、ふさふさでもかわいい。あ、もうペロペロタイムはいいよ、別にペロペロタイムしてほしくて呼んだんじゃない、ペロペロタイムじゃないよ求めたのは。え、なんかリオンさ、目にさケッケ入ってるよ、痛そう、目に白い血気入ってる、痛そう、でもなんかちょっと取るのも怖い、私なんかうまく取れなそう、痛い思いをさせてしまう気がする。え、眼球のど真ん中に白いなんか毛が思いっきり入ってる、超ど真ん中、黒目のど真ん中だけどさ、それ見えてんの？ちゃんと何？ペロ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 もいいよ。私絶対なんか目にさ入ってたら痛いし気になっちゃうタイプだからさ、リオンって毎回目の中なんか入ってんだけど、え、気になんないのっていつも思う。もう目でかすぎて気になんないのかな。もう足舐め始めました、パジャマを。でもリオンさ、あんまりさパジャマ舐められると締めるんだよね、湿って冷たいんですよ、リオンが舐めた後のパジャマって。なんかちょっと本当は嫌だな、パジャマ舐められるの。本当はちょっとだけ嫌だったりするんだよな。あ、明日ポッキーの日？
ポッキーと一緒に写真撮りたかったけど、明日もまだベースメイクしちゃいけないので、すっぴんで過ごさなければ。今日はうどん食べました。なんかうどん欲強くて、なんか本当に最近ね、だしが好きなの。だし系。あ、つるとんたん調べよう。今一番行きたいご飯屋さん、つるとんたん。でもなくて、私の近所につるとんたんない。つるとんたんって私東京でしか見たことない。東京以外もあります？東京駅らへんにもあるよね。つけ麺食べた。特盛り？すごい。うわ、リオンがさ iPad 触っててさ、肉球で反応されてつるとんたんが一生打てない。もういいよ、ありがとう。つるとんたん、うわ、銀座って検索しちゃった、間違えた。すごい。え、つるとんたんって超高級店だね。ねえ、ふざけ。リオンのベロで全部消された。つるとんたんって入れた文字を、あの消去のやつでそのままピーって消されました。ちょっと画面舐めないでもらってもよろしい？え、おいしそう。え、めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい。え、なんかこれすごいおいしそうなんですけど、見て、これ絶対ウニクリームでしょ。ほら、ウニクリーム、おいしそう。もうパスタでよくないっていうメニューばっか見ちゃうんだけど、たらこクリームとかさ、ウニクリームとかさ、だしが食べたくて、パスタじゃ間違えた、だしが食べたくてつるとんたん行きたいって言ってんのに、結局クリーム系見てる。うわ、すごい、帰れまってんでつるとんたん出てる。1位なんだと思いますか？何のメニューがあんのって感じですよね。でもつるとんたんの帰れま店人気商品第1位は何でしょうか？なんか大まかに当たってれば OK です。例えばざるそばとか、きつねとか、ぶっかけとか、かまたまとか、クリーム、明太クリームとか、肉うどん、カレーうどんとか、そういう系で大丈夫。あ、飽きたった感じ？散々お姉ちゃんの手舐めた後。うわ、店舗限定もあるの？あ、季節限定とかある。名物定番季節限定だって。正解は明太あんかけ卵とじうどんだって。明太あんかけ卵とじうどん、美味しそう。え、私昔つるとんたん行った時に何食べたんだろう。カレーはね、8位、カツカレーが8位で、大判きつねっていうきつねうどんは4位です。1位が明太あんかけ卵とじうどんで、2位が明太子クリーム、美味しそう。3位が肉のうどんだって。美味しそう。私肉うどん大好きなんですよね。今日も肉うどん食べた。カップラーメンだけど、ちなみに、あの関西風肉うどんっていうセブンイレブンのカップ
うどんを食べました。カップラーメンと悩んだんだけど、ちょっと今日はうどんの気分だったからうどんにしました。じゃあ明日はお店のラーメンが食べたい。お店のうどんも食べたいけど、そんなお店のうどん込みの家の近くにはない。肉のうどん食べたい。ママに作ってもらおうかな。4位が大判きつねうどんで、5位が釜玉うどん。なんかすっごい美味しそうなんだけど、何これ、なんかブロッコリー乗ってない？見てこれ、これブロッコリー、スクランブルエッグにブロッコリーに鰹節に見える。どういう釜玉。6位はすごい、なんか6位すごいんだけど、春キャベツ牛もつ明太子、もつ鍋で、7位が明太子、冷たい明太子うどん。なんかあれに見えない、焼肉屋さんのユッケにしか見えない。で8位がカツカレー、カレーうどんじゃないんだね、カツカレーなんだね、とんかつ必要なんだ。なんかカツカレーにもさブロッコリー乗ってるように見える。9位が卵とじうどんだって、卵とじ人気だね。10位めっちゃ美味しそう、桜エビのビスククリームパスタ、間違えた、うどん、ビスククリームだって、美味しそう。待って、ツルトンタン全制覇したいかも。でもうどんって太るんだよね、知ってた。パスタの方が痩せるらしいですよ。私うどんの方が痩せるかと思ってた。なんかパスタはカロリー高いけどエネルギーに消費してくれるみたいな、だからよくアスリートさんとか運動する方が試合前にパスタを食べるといいみたいな。でも味付けによるね、なんかぶっかけうどんとクリームパスタだったら絶対的にぶっかけうどんの方が痩せると思います。クリームパスタは一番カロリー高いです。だけど私はクリームパスタが一番好き、もはやクリームうどんにしたいレベル、もう一番デブ。すごい、うわお腹すいた。超ツルトンタン行きたい。単品メニュー、うーわなんかすごいよ、ちょっと高そうな気配がしてる、このなんか公式から、公式がなんかすごいっす。コースって何？ツルトンタンにコースとかあんの？秋の特選コース8500円なんだけど、うどん屋さんで？びっくり、もうなんかうどんメインじゃないじゃん。松茸とかある、うわ高級店じゃん。すごいんだけど見て、8500円、びっくり。六本木限定です。でもおうどんのお鍋4500円、関東限定おうどんの会食6000円、高っ、普通に高っ。すき焼きのお鍋、もう締め扱いだもん、うどん屋さんのうどんが。
すき焼きがメイン。ほらここに締め扱い6500円だって。でもすごい美味しそう。なんかちゃんと料理屋さんだね。めっちゃあるコース、いろんな種類が。するじゃない、すご。すごい、なんかうどんしかないかと思ってたの勝手に。全然めっちゃちゃんとあるね、うどん以外のメニューが。焼きサバ寿司とかあるよ。炙り銀杏、秋鮭ときのこのコロッケ、カツとかある。カツとか何玉食べれる。絶対一玉しか食べれない。エビ味噌かけとろみ豆腐だって。美味しそう。580円、高っ。豆腐が、待って、めっちゃ高級店だね。エビとレンコンのふわふわ揚げ、これこの2個ふわふわのちっちゃいお揚げ2個で680円です。もうメインの値段じゃん。二口、すごい。あららら、らトロタクユッケめっちゃ美味しそう。あ、まあまあまあ、トロタクユッケ780円。あ、トロタクユッケか。あ、肉じゃないわ、マグロだわ。トロタクユッケって言ってるもんね。トロとタクアンをユッケ仕立てに甘辛く仕上げましたって。理解した。すごいな。炙りホタテと舞茸のサラダ。舞茸？あ、松茸だ。680円。おうどんはいくらなんでしょうか。主役、めっちゃ美味しそう。もつ鍋のおうどん結構あるんだね。じゃあ私が食べたいやつ紹介していきます。初めて見たつるとんたんのあのメニュー、しやきとろろのうどんはな、クリームマーボーナスのうどん、石焼きチゲのうどん、秋鮭のポテトチーズクリームのうどん。美味しそう。うえ、高っ。待って、高っ。1200円とかかと思った。1200円、1300円かと思ったら1680円。高っ。花丸うどん3回食べれるやん。びっくりした。高くて1200円とか1300円とか、通常1050円ぐらいの価格かと思ったら1680円じゃないですか。2000円台じゃん、四捨五入したら。これいくよ、2000円絶対高いやつ。それだけちゃんとしたとこなんだ。よく私研究生の時に行ったな。私絶対嫌だったと思うわ。みずきにうどん食べ行こうって言われて、いいよって言って入ったお店がつるとんたんだったんですよ。研究生の時は絶対にメニュー見てってなしたと思う。みおんと花丸うどんいつも行ってた時だもん。って絶対なってた。
でもめっちゃ美味しそう。今だったらいける。みずきちゃんのおごりなわけ。美味しそう。これ食べたい。ね、うどんは気軽に食べるものだと思ってたよ。私も熱の時に食べるやつだと思ってた。締めとかもう主役だ。すごい、めっちゃいろんな種類ある。焼き石焼きチゲのうどんとか、すごいね。クリームうどんかだしのうどんかザルのうどんかぐらいしか選択肢なかった、私の中で。何？秋サバのハリハリ鍋のうどんだって。鍋のうどんとかある。牛カルビのピリ辛麻婆火鍋のおうどん、これめっちゃ美味しそう。バターチキンカレーのおうどん、あ、これは1380円。じゃ1個目が1680円だったからなんか安く感じるね。これマジック、マジック。これも1個目に見たら絶対えってなってたのに、一番最初が高かったから、あの他がお手頃に感じるっていう魔法。バターチキンカレーのおうどんとかすごい。カレーうどんじゃないんだ、バターチキンなんだ。きのこたっぷり明太もつ鍋のおうどんだって。すごい、プリプリの牛もつを白さゆ仕立て、さゆ仕立ての特製だしで甘辛く仕上げました、だって。すごい、うどんも食べれるしもつも食べれるって。1780円でした。もつはお高い。美味しそう。でもまあでもそうだよね、東京ってほんと高いよね。この間さ、ランチでさパスタ食べたんですよ。ランチでウニクリームパスタを食べたので、なんか飲み物別に私はお水でいいけど、でもなんか飲み物頼まないとあれだよなと思ってジンジャーエールを頼んだので、3000円した。高くない？ランチだよ。パスタとジンジャーエールで3000円して、さすが東京って思いました。しかも結構量少なかったの。美味しかったんだけどね、めっちゃ。さすが東京ですよ。私一人暮らししたらもう本当に破産してしまう気がする。だって自炊できないから、仕事じゃない日ずっと外食でしょ。もし東京で一人暮らししたらもう破産だ。ランチで3000円とかしてたら、うーわ美味しそう。トマトチーズクリームのおうどんだって。かぼちゃクリームのおうどん、ねえすごい。あ、え、安い。かぼちゃクリームのおうどんが1280円。見て、こんなんか明るすぎる。なんかすごくないですか？刺さってる。なんか。めっちゃ高級そう。でもこれは1280円と、今まで見た中で一番安い。
え、めっちゃ種類ある、すごっ。フカヒレとキノコの醤油あんかけおうどん。フカヒレ、え、1980円だって。さすがフカヒレ様、フカヒレ様さすがです。石焼きグリーンカレーのうどんだって。グリーンカレーとか初めて見た、うどんで1880円。生ハムとチーズ冷製きのこクリームのうどんだって。え、美味しそう。1880円、高い。生ハムとチーズの冷製うどんって絶対美味しくない？あ、お腹すいたな。もう明日にでもツルトンタン行きたい。ツルトンタンモチベ勝手にあげてる。行く予定全くないのに。松茸のおうどん。え、それは1780円なんだ。すき焼き鍋のうどんだって美味しそう。いや、一番高い2180円。すごい、すき焼き鍋のうどん2180円だって。もう2000円台突入です。まさかこれが一番高いとは。松茸しゃぶ肉のうどん、あー、これも高い2180円。松茸しゃぶ肉のうどんだって。もう1600円が安く感じるね、2000円台までとうとう来たら。これとか安そう。え、880円、880円あんの、つるとんたんに。めっちゃ安いじゃん。もうすごいシンプルだけど、このシンプルのうどんを880円でめっちゃ安いと感じる、このツルトンタンすごいわね。キツネのうどん、あ、キツネもでも880円なんだ。でも安く感じちゃうね。見て、すごい。昆布のおうどんも880円じゃない？ああ、うん、絶対そうだと思った。卵とじのおうどんは880円。あ、なんかあれなのかな、料理うどんがちょっとお高めで、うどん、ザ・うどんメニューはあれなんだね。あ、1000円以内もあるんだ。あ、やっぱでも帰れま10の人気メニューは全部1000円以内の。釜玉のおうどんとか、これ980円、880円も高いけどねって。え、それね、花丸うどんとかいくらだろう。肉のおうどん食べたい、1150円。これ美味しそう、めっちゃ美味しそう。え、ツルトンタン通い詰めて全メニュー制覇したいな。1700円だわ、高っ。しゃぶ肉のおうどん見て、美味しそう。お肉がもう美味しそう。でもちょっとメニューの写真が美味しそうすぎて、実際出てきたのがちょっとでも違ったら絶対テンション下がっちゃうわ。これこんなにメニューを見てあのモチベーション上げちゃってるから。あ、これ1位のやつ、明太あんかけ卵とじのうどん
1450円です。わあ、いいな、それ食べたことあるって。みずきこれ食べてた気がする。もつ煮込みのおうどん1650円。え、おいしそう。もうもつ鍋、もつ鍋のメインと締めのフルコンポ。美味しそう。すごいこれ。カレー三昧のおうどん、エビフライ、牛すじ、カツ、1980円。カロリーえげつなそう。あ、カロリー書いてある？書いてないわ。すごくない？カレーうどんにカツにエビフライに牛すじ、すごい。めっちゃでも美味しそう。鶏クリームのうどん、エビクリームのうどんある。うわ、エビクリームのうどん美味しそう。ホタテクリームのうどんあんの？おいしそう。ホタテクリームとかなかなか見なくない？カルボナーラのうどん、もうこれは絶対おいしいよ。明太子クリームのうどんも絶対おいしい。1430円。クリーム三昧のうどん、うわ、これにしたいけど高いわやっぱ。1980円。エビ、鶏肉、明太子、ホタテ、フルコンポだと。美味しそう。あー戻っちゃった。あ、ごめん、リオいると思わなかった。めんごめんご。お水、お水欲しがり始めた。はい、どうぞ。なにこれ、めっちゃいいな。ツルトンさん、ほう、見て、ツルトンタンの3つのうどんが小鉢かなって食べれるんだって。すごい。でも関西限定だ。ガチレスするとフランチャイズであの味であのクオリティでその値段ならすごいと思う。フランチャイズって何？グーグルに聞きたいけど部屋にいるな。リビングにいたらグーグルに聞いたのに。悔しい。山かけのおうどん美味しそう。なんで戻っちゃうの？あ、1030円。
え、このお肉がすっごい美味しそうじゃないですか。見て、すごい。もうめっちゃツルトンタン行きたい。あ、明太子のうどん1080円だって。メニュー見んの大好き私。何これ、ポップコーンシュリンプうどん、エビクリームのおうどん。見て、ポップコーンシュリンプとポップコーン乗ってる、すごい。うどんにクリームうどんの上にポップコーンシュリンプとポップコーンが乗ってます、すごっ。面白っ。あ、これは沖縄限定なのかな。沖縄くんちゃまベーコン、具沢山チーズクリームのうどんだって。楽しい。どこにあるんだろう。六本木。これどこ。六本木、新宿、羽田空港にあるんだ。ビス東京、ビス東京ってどこや。銀座、渋谷、軽井沢。これどこだろう。北新地、本町、琴庄、大国町、トップチャース、ユニオンスクエア、ロイヤルハワイアン、ミッドタウン。どこのミッドタウンかわかんない。ボストン、どこのボストン。あ、え、海外ってこと。すごい、待って、どこのボストンって、あれかと思った。日本のあのララポートとかそういうテンションかと思ってた。ツルトンタンインララポートみたいな。だからボストンとかミッドタウンとかユニオンスクエアとかロイヤルハワイアンとかそういうあのお店の名前だと思いました。ボストンって国か。え、ロイヤルハワイアンも国？ハワイじゃなくて？ハワイにもあんだ。え、ユニオンスクエアはどこですか？え、すごいな。ああ、だから営業時間が英語なんだ、ランチって。マン、フライ、マンデーだからマンで合ってるよね。サッチ、サタデー、サンデー、ディナー。
こうイギリス？ニューヨーク？すごい。ツルタンタンすごい。そんな4つの海外でもあんの？すごい。ツルタンタンの社長と仲良くなりたい。ツルタンタン社長誰だろう？検索しよう。おい、若い。あれ、ん？どの方だ？どの方かわからない。たくさん人がお写真出てきた。あ、いやでも加藤社長さんな気がします。すごいね。でもなんかめっちゃ眠そうだし、あくびとかしてるけど、ツルトンタンで目が覚めました。楽しい。なんでツルトンタンの話題になったの？私がただただ食べたかったの。本当にそれだけ。ただただあのうどんが食べたくて、で美味しいうどんってどこだろうってなって、ツルトンタンだってなった。あ、あの47の素敵な街じゃない、間違えた。あの都道府県カタログギフト、うどんにしました。うどんにしたって言ったらママがって言ってたけど、香川のうどんにしました。ママのじゃないから、私が食べたいものを選ぶ。私のカタログギフトだからね。お肉がいいって言ったじゃんって言われたけど、お肉はふるさと納税でやるので。って言いました。牛タンとかもいいなと思ったんだけど、なんかさ、カタログギフトよりもふるさと納税の方が量が多いんですよ。ってなったらなんか
せっかくカタログギフトで選んだのに、牛タンの量少なとか思うの嫌だなと思って。うどんはそんなに1キロとかなくてもいいから、うどんにして、牛タンとかそういうなんかイクラとか量多い方がいいなってやつはふるさと納税にすることにした。今年はラーメンとかにもしよう。じゃあ去年したやつはもう、なんか去年はもつ鍋とかもやったんですけど、ママが美味しかったから今年ももつ鍋にしてって言ってたけど、2年連続はいいや。今年はまだ見てないけど、牛タンとラーメンと、牛タンとラーメンは候補もうほぼ確定案件。わ、あとなんかいいなと思ったのあったんですよね。もうね、今年は甘いのはいいや。もう私なんか本当に最近食べてるけど、そんなに甘いのもの良くなくて、なんかロイズのお菓子セット、チョコレート詰め合わせセットもしようと思ったんだけど、去年やって、ロイズはもうさ外れないじゃん。だから今年もしようと思ってたけど、ちょっといいや、甘いもの欲がないから。サトフル見よう今。毎年サーモンもやってたんですけど、サーモンももういいや、ちょっと飽きてしまった。あ、牛タン、400g だって牛タン。ホタテいいな、ホタテ1キロ飽きるかな。欲しいも人気ランキング見ましょう。人気ランキング1位ホタテなんだ。1位ホタテ、2位ハンバーグ、鉄板焼きハンバーグだって。3位生ズワイガニ、4位牛タン。私これにしよう今年。これももう決めた。あと何にしよう。あ、イクラの醤油漬けもいいな。イクラの醤油漬けもよき。5位しゃぶしゃぶすき焼き用お肉、6位もつ鍋だって。7位みかんなんだ、すごい、ダンボール。8位20キロのお米、9位ハンバーグ、10位いくら醤油漬け、11位いちご、あまおう約300粒、すごいな。
あ、これエンペラーサーモン毎年頼んでる。この1キロのエンペラーサーモン、1キロっていうからすごい量かと思ったら、1キロってやっぱそうでもないよね。いや、このロイズのスイーツ詰め合わせもやった、いいよね。ネギトロ尽くしもいいな。やっぱイクラいいね。イクラ、牛タンのさ 500g と 400g とかあるの、同じ寄付金の値段で。なんで違うんだろう、名産とか。でも同じ宮城だ、なんでグラムが多いのと少ないので差があるんだろう、同じなのに。うわ、私これにしよう。ウニ 200g とイクラ醤油漬け 200g の海鮮丼。あの丼は自分でやるタイプだけど、ウニとイクラどっちもある、めっちゃ良くない？やっぱなんかあれ人気だね、牛タンともつ鍋とみかんとハンバーグがめっちゃ人気。すごい、ティッシュとかある、12パックのティッシュ。面白いね、こういうの見るだけで面白いよね。もう必ずこれスイーツから私探してたのに、今まで。美容とかある、美容。美容は何がいいのかわからないな。千葉は、千葉、千葉の地域から探す。千葉県見てみましょう。千葉県、おー、なんかあれ、舞浜とかないんだね。うー、北海道めっちゃ美味しそう。ラーメン5種類各2食餃子だって。え、美味しそう。でもなんかカレーつけ麺ばっかだわ。カレーラーメンのお店なんだ。今年あれやろう、シューマイ。小籠包とかあるのかな。舞浜なかったです。小籠包ありそうじゃない。あ、ないわ、絶対ない。これ、おっと、
え、うわこれめっちゃいい、本格台湾飲む茶ってなんて読むんですか、飲む茶で、ヤムチャ、ヤムチャセット、ヤムチャって飲む茶でヤムチャって言うんだ、私ヤムチャ大好き、え、めっちゃ美味しくないですかヤムチャ、ヤムチャで検索すればいいんだ、ヤムチャ、おお、すごい中華街感、うわー今年今までやったことないのやろう、うわちまきとかある、大好きこれ見るの、この前のひななの配信でこみちゃんのモノマネやってたよ、めっちゃ似てたって、え、どういうモノマネ、それによるんだけど嬉しいか嬉しくないか、どういうモノマネですか？楽しい。よし。あざとさのモノマネ？え、私あざとくなくない、文句を言ってる時のモノマネ、え、全然違うんだけど文句言ってる時とか最悪じゃん、それをショールームでやったの最悪じゃないか、文句言ってる時とか全然嬉しくないよ、でもその文句内容によるガチのそのなんか文句内容によるよね、私文句の種類で全然違うと思いますもん、食べたかったご飯じゃない時とかの怒ってる時と、あのなんか仕事面でもっとちゃんとしたい時とそれそうか、食べ物と仕事の怒りが一緒だったらちょっと大変か、でもキャプテンじゃなくなってから全然そういう怒るとかって感情が全然ないです、なんかそういうの怒る必要がなくなったので、キャプテンじゃなくなったら、だからなんか自分の感情が周りから周りの影響で自分の感情が大きく動くっていうのがない、自分の思っ
ってる感情とか自分のペースとかでこういけるなって思う。キャプテンの時はさ、なんかこうしたいとか、そのメンバーがどうやってやったら活動しやすいかとか、そういうのなんか常に考えてたから、なんかこんなんだった気がする。感情がメンバーが喜んでくれたらもうこうなるし、でもなんか思ってた、なんかもうちょっとメンバーに早く伝達してほしいなとか、伝達ミスとかがあると一気にこうなるしみたいな。今はその伝達ミスとかがあっても、もう全然これ、あ、全然大丈夫ですよ、自分しかないから、誰も関わってないじゃないですか。伝達ミスがあっても私しか別に迷惑かかんないから、あ、全然いいですよって感じになるけど、そのチームの伝達ミスだとチーム全員が、あのメンバーの伝達ミスじゃなくてね、メンバーに対しての伝達ミスとかがあるとメンバーみんなが困っちゃうじゃんってなると、うんってなってました。だからまなかちゃんとかなーみんとかなるちゃんとかね、応援してます。もうみおんはもうみおんです。言わずもがな、最高のキャプテンです。ではプー君にお礼をさせてください。めちゃくちゃ私の気持ちを書いてます。あれ、絵文字使いたい絵文字が全然出てこない。これどうやったら出てくるんだろう、文字的に。あった、じゃーん、ブーくん大好き、くまちゃんありがとう、うどん食べたいね、ありがとうブーくん、イエ、だんだん、ありがとう。何うどんが好き？コミは肉うどん。うどんも食べれてお肉も食べれるって最高でない？ありがとうブーくん。ちょっと気づいたらこんな時間になってしまった。私の今日の配信はツルトンタンについてでしたね。ではランキング読みます。13位マサ様、12位シンキングさん、11位シュンケン、10位坂道さん、9位ヘスターさん、8位クリスロナウド、7位パサシ、6位大輝くん、5位シーカーさん、4位ケイちゃんなんさん、3位プロちゃん、2位カズタカさん、1位ブーくんです。ありがとう。ではこの後は24時59分からだから、24時59分24時30分以降に配信します。24時30分か35分か40分か、さよなら毛利さんが始まる前までには配信スタートします。
ではこの後視聴配信よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。皆さんさよなら。毛利さんめちゃくちゃ頑張ったので見てください。ハッシュタグ AKB さよなら毛利さんでの感想ツイートもお待ちしてます。感想ツイートというか感想ツイートでやってるか。ではさよなら毛利さんを一緒に見ましょう。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。